上田西の顔はプロのスカウトが注目する大型ショート横山聖也。ここまで4試合でホームラン2本、打点8はチームトップです。上田西高校は守備から流れを作ってバッティングにつなげるのがテーマなので、上田西が掲げるのは守り勝つ野球。準々決勝の東海大諏訪戦はエース権田が先発マウンドに立ちました。141キロという球速表示でした。ここで一つ決断しました。継投で背番号11の滝沢。ワンボールツーストライクです。スリーバント、ここで曲げてきた。経験豊富な投手陣に加え、ここまでノーエラーの鉄壁の守備を誇ります。1点勝負っていうところはこの後も変わらないと思いますので、そこでなんとか勝機見つけて、こう最終的には1点上回るっていうような試合できればなっていうふうには思います。その上田西に挑む日本ウェルネス長野は、この大会で勇退する中原秀隆監督が率います。最後の夏に創部以来初のベスト4進出、勢いに乗ります。僕らが食いついていけばいくらでもチャンスはある、そんなように考えてますし、まあ、挑戦のものを強くしてぶつかりたいというように思ってます。大黒柱はキャプテンの三原だ。ここは三原田が三振を取りました。エース先日でしょうね。この打球はどうだ。ホームランです。4番、はい、打ってはここまで長野大会トップの3ホーマー。入っています、ホームラン。投げては昨日の小諸商業戦で122球を投げ、9回を完投しました。次は上田西さんということで、春負けてるので、まあ、もうリベンジということで楽しみにして、まあ、王者を借りたいと思います。三原田選手の帽子のひさしの裏に書かれているのは贈り物という文字。監督の贈り物をあげようということで全員で書いてます。もう3年生は全員監督に贈り物です。生徒が頑張って贈り物をいただきたい。はい。中原監督最後の夏、勢いに乗るウェルネスと春の王者上田西がぶつかります。準決勝第2試合は共にノーシードから勝ち上がったチームの対戦です。都市大塩尻は5試合で失点はわずか3、打ち返します。チーム打率は3割9分超えと、攻撃と守備の重要なデータで4チーム中トップです。松本第一戦ではボールの切れで勝負する背番号1新町、空振り三振です。最後はストレートでした。新町が140キロです。8回からは最速140キロを超える剛腕、背番号10杉本がマウンドに。ストレート140キロ、早いですね。早いですね。継投で春に敗れた松本第一に雪辱を果たしました。二塁アウト、一塁はヘッドスライディング、アウトになりました。試合終了、ゲームセット。打線の中心はチームトップの9打点キャプテンの清水聡です。打ちました、三遊間破っていった。そして走っていた清水ミートは去年、都市大塩尻はあと一歩のところで甲子園出場を逃しました。当時2年生だった清水は主力選手として試合に出場していました。本当に去年も繰り返しに来たんですけど、まあ、まずは一戦一戦なんで、まあ、次の小学園さんに、まあ、全力でぶつかっていきたいと思います。迎え撃つのは松商学園。諏訪星稜との準々決勝で不振に苦しんでいた主砲が待望の一発を放ちました。大きい当たり、伸びていった。
4番市川にとってこの夏初めてのヒットでした。主砲の一打を皮切りに2桁安打11得点で準決勝進出を決めました。仲間には3球三振でもいいから全部全力で振ってこいって言われたんで、全部全力で振ろうと思って振りました。この試合先発したのは最速142キロを誇る左腕の斉藤。その斉藤よりさらに速いのが背番号18、竹内です。ストレートは最速146キロ。2回戦では全てストレートで2桁奪三振を取りました。三振。そしてチームのエースは背番号1の大塚。インコースバットが出ました。安定感のあるピッチングでここまで失点を許していません。松商が誇るこの三枚看板と目覚めた4番、県内最多38回目の夏の甲子園出場を狙います。しっかりチームに貢献して準決勝もしっかり勝って甲子園行きたいと思います。